行きまーす。カズモのエロいサイト見ないよ。見てないよ。エロいサイト違うよ。何ちゃんから DM 来たの？違う。レナちゃん。レナちゃん、レナちゃんから DM 来て、何でもサービスするんだよっつって、何 DM しようとしてたの？違う、見てたのよ。普通にDM 返してたよ、エロいお前。違う、動画の撮り方のグーグルで調べてた。どういうこと？動画の撮り方、どういうこと？どういう表情がいい？サイトの名前が神のエステなんて。アウトや。変だろ、おかしいだろ。アウトや。じゃあ行きまーす。これ嫌だった。体の臭いとこ欠かしてゲームを果たしたやつが勝ちやばい。やばいよこの企画。やばいや。いいか、待って、もう一回ゆっくり言ってね。ちょっと待って、聞こえなかったかも。俺聞き間違えただけかもしれない。タイトルを、そのタイトルっぽくじゃなくて普通に言って、ちょっと耳でかくして聞く。普通に言うよ。だから、体の臭いところを嗅がしてゲボ吐かしたやつが勝ち。イカれてる、イカれてる。終わってるよ。喋んない、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 めっちゃ今まあ、ということですよ。先日のネタ会議企画というか、はい、ネタ会議動画出したと思うんですけど、はい、そちらで、はるかさんが持ってきたネタが採用されました。ごめんなさい、どうだよ、お前だよ、持ってきた。俺だった、俺だった。なんかお前やめろよみたいなの言ってなかった今。お前さ、被害者ずらしてたけど俺だった。これ、やっぱ何かって、本来、まあ、カパソンとケンゴがいたら、絶対にやらない。絶対に採用されない。そう、だから、それをちょっとこの4人の醍醐味としてちょっと楽しんでてください。そうね、大事だね、そのやりたいことをやるで、今回はるかがやりたいことをやるだけだから。でも間違いなく、もう最初に言っとくと、あの、本当汚い動画なので、はい、すいません、これより先は見ないでください。はい、はい、ゲボとかが苦手な人は、はい、とか食事中の人は、はい、絶対に見ないでください。すいません、すいません、よろしくお願いします。まあ、ということで、とりあえず今現状ね、はい、僕たちはとある大食い企画の後で、はい、鼻パチパチです。はい、パチです。ちょっともう吐きそうです。結構今この素の状態で気持ち悪いんですけど、この4人で、満腹のこの4人でトーナメント組みます。はい、トーナメント、タイマン勝負。はいはい、1対1のタイマンで、はい、まあ、先攻後攻決めるなりして、片方ずつがこう臭い匂いを嗅がす、もう片方臭い匂いを嗅がすみたいなのやって、先に吐いた方が決勝進出です。吐き残り。なるほど、じゃあ負け残りみたいな。吐ければ負けるほどしんどいってこと。そうそう、吐き残りのシステム。お互いに自分の体の臭いとこ嗅がせるんだけど、1回で決着つかない時があるじゃん。はい、例えば俺が嗅がす、はるかが嗅がす、はい、で決着がつかなかった場合、はい、お互いに牛乳をコップ一杯飲んでもらう。しんどくない？追い込んでね、追い込んで、もうすでに吐きそうなんだけどね、満腹で。で、追い込んでまだ2回戦目、嗅がす、嗅がす、吐かなかった、じゃあ牛乳もう一杯。これはあの、吐くまで続きますから。吐きやすくするってことね。そうそう、もちろんもちろん。そのままで、うわしんどいな。パンツ履いてる人は、ん、はい、はい、するトーナメント表はどう決める？え、もうシンプルのグッドパーはどう？その文句なし一発。もうじゃあ今ここでやるか。うん、お、待って、お二人してやめろ、お前、お前、音やめろ。危ない危ない、お前、危ねえ、マジで。違う違う、まだ何も匂ってないのに。喋んな喋んな喋んな、ちょっと待って、じゃあ、お前の上で、俺も、お前、刺すんなって、刺すんなって、お前。なんでよ、なんでよ、一番強い、一番強い、何もしてないやん、俺。いや、もうグッドパー出したよ、チームね。せーの、グッドパーで殴るショー。あぶねー、あぶねー、せーの、グッドパーで殴るショー。あぶねー、せーの、グッドパーで殴るショー。やーやー、よっしゃー、やー、ただいまより第1回臭い部分吐き選手権の大会を始めさせていただきます。今回の審判はカズとターンが務めさせていただきます。1回戦目、ヤジ VS はるか、臭い臭い臭い
じゃあ先攻後攻から最初グーじゃんけん、じゃあ先攻で先攻やじやった先攻まさかの取った先攻やじね、攻撃は1分以内に行ってください。1分であれば、まあ、攻撃時間1分ってことだよね。それじゃあ、先攻やじの攻撃1分よいスタート。よろしくお願いします。残り25秒。それでは1回戦第2試合カズ VS ターの挑戦です。お互いにくさい吐いた方が決勝ではるかさんと対決ということになります。怖いです。恐れてるやん。やだ俺らこんなんなんの。早速ですが先攻後攻のじゃんけんの方お願いします。ロクシーザスペーパーファン分だよ。なんだこっちの文化はこっちか。剥がせろこいつ。何があって、マジあいつやれ、何があっても剥がしてくれ、マジ勝つ、あいつやれ。最初はグーじゃんけんぽい。先攻か後攻か選べます。先攻。そうだよな。カズが先攻、やばい、ターが後攻でお互いの臭いとこを剥がし合ってください。もうかっ臭い。マジやばい。じゃあいきますよ、じゃあそれでは先攻カズさんの攻撃です。1分間よーいスタート。すごい余裕があるな。おっと、カズが出したのは足だ。親指の爪、足、親指の爪中です。すぎるこれは。俺が今から行くんだよ。ダメだよ、前危ない、まだセーフか、危ない、まだセーフか、まだセーフか、まだセーフだ。残り20秒です。20秒、この黒い部分、いけいけいけ、早く行かない。さあ、映んないから前出て、残り15秒。あ、さあ、行け行け行け、ずっと、ずっと隠せろ、ずっと隠せろ、ずっと。ごめんなさい。すいません、大会の方から
運営の方から連絡がありまして、はい、伝え忘れてたルールがありまして、はい、カズさん攻撃中に吐いてしまったので、ターさんの防御成功ということで、はい、続きましてターさんの攻撃です。待って、死ぬって。俺なんで吐いてんのに。うわー、この男の人やばいな。あ、いや、危ない、もう危ない、お前やめろ。うぃぃ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 1分間攻撃よー、スタート。一回落ち込んでみよう、さっきので。あ、おおおお、やっぱそこになってるか。いや、牛乳入ってるから今回。そうだね、一回落ち込むわ。肛門のさ、男にさ、やめてやめて。うわ、もうついてるじゃん。もうついてるやん。大丈夫大丈夫大丈夫だ、まだ入ってないか、入ってないか。決勝戦でーす。それぞれが第1試合で華麗なゲボを吐いて、こちら決勝の舞台に上がってきております。素晴らしい試合でした。いや、いい試合でした。本当なんか華麗なゲロが見れて良かったと思いますし、はい、ということで、じゃあ試合前にインタビューしていきたいと思います。はい、ではまず第1試合で勝ち上がったはるか選手、はい、意気込みの方などありましたら。まあそうですね、まあここで負けてしまったら本当にメンツが立たないので、ここで勝って家族に報告したいと思います。素晴らしい、家族思いの選手で、ね。幼い頃から貧乏な家庭で育って、その兄弟を育てるために人間の世界に来た。話すんだ。そう、僕話すの。だからゲロを、はい、まあゲロのトロフィーというんですか、うん、先ほどまあいろいろとゲボフィーね、はい、ゲボフィーを、ゲボフィーゲットできる。そうですね、掲げて家族に持って帰りたいなと思います。あ、素晴らしい、さすがです。あ、ゲボフィーとはトロフィーのこの肺パンパンにゲボが入ってる。最悪、すごいですよ、最悪。あ、ゲボフィー。一方、優勝候補のカズ選手、心境はいかがでしょうか。いやー、まあさっきの試合でちょっとまあ、はげて、で、今吐き癖めっちゃついちゃってるんで、うん、なんか、怖いパンチもらったらすぐ吐いちゃうので、まあそこしっかり防御しながら。そうですね、一応なんか噂によると、はい、障害賞金2億円プレイヤーだと聞いたんですけど。そうですね、ゲボだけでここまで稼ぐことかもしれません。いや、もう話すな。そう、なんかお前らちょっと今日ね、なんか高校のスポーツに変えよう。で、決勝戦からは試合前にお互いに牛乳を乾杯していただきます。はい、あ、ここは分かんないです。これ大丈夫。一気飲みの方でお願いします。ここで出ちゃったら負けるもんね。はい、ここで出ちゃうの。これ出ちゃうからまずもある。お互いに牛乳1杯ずつ飲みましたんで、試合開始したいんですが、はるか選手が何かを言ってる。じゃあ先攻後攻のジャンケンをしてください。せーの、最初ん最初どこ、うん、せーの、何の確認。世界の彼なんで、世界の方なんで。そうですそうです、しょうがない。最初はグーでいきましょうか。せーの、最初グーじゃんけん、よっしゃ、先攻。終わった終わった、先攻カズ選手な。終わった。ハルカ選手、高校ハルカ選手、もうこの机より後ろに行かないでください。それでは参ります。決勝戦1分間先攻カズ選手、よーいスタート。さあ、始まりました。おっと、まあ、殿下の音ですよね。まあまあまあ、決勝なんでね、最初からアナルで飛ばしてくんじゃないかなって僕も予想してたんですけども。いや、やっぱそうでしたか。しかし奥までほじってるな。おー、これはもううんこで力んでる時と同じ顔だ。うわ、あった。なんで自分でも食べるのか、あいつは。はるか前出るよ。はるかさん、はるかさん、はるかさん、前出る。はるか、イングです、イングです。はるかさん、はるかさん、はるか前出て。はるかもね、前前前、はるか。うまっ。
ステージがね。なんかチョキボボボ。ステージ出すのあり。ちょっと待ってください。今回はるかさんを呼んだはずですよ。大丈夫ですか？ステージじゃないですか？口の中にステージいないですか？ゲロ、はい。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 何か、何か急に。じゃあ残り30秒から仕切り直すよ。30秒もある。じゃあハゲ残り30秒試合再開。待って、近くない？あ、当たってないよ、当たってないです。大丈夫です、当たってないです。あ、インコだね。インコだね。なんかあいつも、あ、臭くないの？はいはいはい。なんだあいつも、あれ慣れてきたよ。やべー。はいはいはい、余裕余裕。甘切れか。残り10秒。あれ、効果良くなってきた。残り10秒だ。全然かけよう。はい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 、犬とインコのペットショップだね。終了。お、慣れたね。え、はい。はるか選手、防御が強すぎる。もうなったね。余裕だね。ということで、はい、攻守交代です。しゃ、やっぱスティッチが邪魔してたのか。スティッチ鼻にこういう鼻塞いでない。スティッチが中からもう。やだからね。でもスティッチが出てから剥がなくなりました。はい、でも俺自分で書いたんだけど、やばい、弱まってる。あ、だからもう塗りたくりすぎて。いや、もうそうです。ガチかよ、ここやば。それで言うと、一回も攻撃してないこの高校のはるか選手、はい、ついに、ね、汚れに汚れが溜まりまくってます。やばい、怖い。はい、お前らがやってないことをするからね。いや、すごい新しいところだ。うん、じゃあ高校はるか選手、はい、攻撃の準備よろしいでしょうか。はい、よろしいです。じゃあ参りたいと思います。もうすでにあなたに攻撃してる。やってるよ。近かったですね、指が。やばいって。じゃあそれでは参ります。高校はるかさんの攻撃1分間よっしゃ、よーい、スタート。おーっと、もう早いよ。ケツ穴に手を入れている。あ、はるかさん、高さ出すぎるとあれですけど。あ、くそー。なんで自分で噛むんだ。いえ、あ、やばい、やばい。はるか、つけろ、つけろ。あ、もう一回。さあ、俺ら大丈夫？わかりません。こんな YouTube でやりだしたらダメな部分しか触ってないんで。俺ら大丈夫かな。大丈夫、まともにやろうから。